カズネチャンネル始まるよ。はい、こんにちは、カズネです。私たち家族が市営住宅に引っ越してちょうど1年経ちました。1年なんか早い感じがしました。そこで今日は市営住宅に1年間実際に住んでみた現状をご報告したいと思います。まず市営住宅の家のことについてね、お話ししたいと思います。1年住んでみて、設備等に今のところ故障や不具合はありません。箇所強いて言うと、壁紙が剥がれてきたところがあります。と思ったんですけど、うちの市営住宅は鉄筋コンクリート製の建物なんですね。で、密閉性が高いので、湿気が溜まりやすいんだそうです。壁紙が湿気を吸収しちゃうんですね。なので壁紙の継ぎ目とかから剥がれてくる時があります。これね、施工ミスではなくてそういう風になりやすいんだそうです。でね、ここをリフォームしてくださった業者さんにたまたまお会いできて、お話を聞いた時にそのお話がねしてもらって、まあ普通のノリで直しちゃっていいよなんて言われたんですよ。でも普通のノリで直したらね、またすぐ剥がれてきちゃって、はい、剥がれてきてしまったところというのはね、ここなんです。玄関のすぐ上にあるこの壁紙の継ぎ目からね、ペローンって取れてきちゃったんですよね。これね、入居した時も実は剥がれてたんですよ。それでノリでいいっていうか、ノリで貼ったんですけどダメでしたね。あともう一箇所、ここにもねちょっと線で見えるんですけど、洗面台の脇、ここもねすごいペローンって剥がれてたんですよ。でこっちの方が湿気っぽい場所なんですけど、ここはね取れないんですよね、なぜか。向こうだけねペラペラ取れちゃったんで、また後で貼りたいと思います。であまりにペラペラ剥がれるときはおそらく湿気がやっぱり多すぎるんですね。なので家の中は湿気対策が必要になってくると思います。結構ね、気密性の高い住宅ですとやっぱりカビが入る傾向が多いそうです。今のところそういう感じはなくて、換気扇つけっぱなしにしてるんですよね。キッチンの換気扇も一番弱くつけっぱなしにしてあるんです。そうすると結構口気が抜けるんです。夏は特にそうしてました。湿気の問題はね、多分これから、ね、年数が経ってくると出てくるかななんて思うんで、もうちょっとね様子を見たいと思います。私自身がちょっとね、カビによる喘息を起こしやすい体質でして、ほんとね、カビに関してはちょっと敏感になりますので、その辺もねこの1年また気をつけていきたいと思います。メリットとしていいって言った家賃の話ですね。で先日、まあ1年経ったっていうこともあって、次の家賃の金額の通知が来ました。私たち の団地は下がりませんでした。そうだと思うんですよね。1年ぐらいでは変わらないかなというふうに思います。まして、ね、鉄筋コンクリート製の建物なので、そうそう劣化しないというふうにもともと思ってたので、まあ今回ぐらいは安くはならないだろうなっていうふうには思ってありました。とまた市営住宅の地域の方とのお付き合いですね。毎月最終日曜日にねお掃除があるんですけど、それはね皆さんも本当に出てきてくださって、市営住宅の周りやゴミのね収集場所、みんなとっても綺麗にしていただいております。ただね、コロナの影響で町内会の祭りが全滅しております。他にもねいろいろ行事はあるらしいんですけど、一切ありませんでした。なのでね、どんな方がいるのかっていうのは未だにわからないです。本当自分の党の方だけですね、顔わかるのは。まあね、これは仕方ないのかなとは思います。うちの子ね、小学校1年生ですけど、学校関係の集まりもかなり全滅してまして、全然ね親御さん同士で集まることがないんですよ。未だにどの子がどのお母さんでっていうのが全くわかりません。名前すら覚えられないのでね。小学校は別に親がすごく関わること自体が少ないので、まあそれはそれで、ね、普通なのかなと思います、ね、こういうお付き合いがあんまりないっていうのが至って普通なのかなというふうに思っております。と半年で作った動画で、防虫や防犯、あと騒音の話お伝えしたんですけど、防虫はやっぱりあの時期だけでしたね。夏の間ね、秋冬は全くありませんでした。なのでまた今年どうなるかなっていうふうに思ってて、まあ、早めの対策だったり他のこともね、いろいろこれからやっていきたいと思います。防犯あの動画を作ってすぐもう実は自転車が盗まれちゃうって
あの頃ちょっとね、住宅の人とは関係ない人がうろついてるって情報があったんですよ。そのあたりのことも、私たちの自転車が盗まれたことに関係してるのかなと思って、今まで全部鍵をかけて置いてあります。また自治体の方で放置自転車を撤去してくださったんですね。全部どの自転車が使われてるかどうかという調査が入りまして、使っていない自転車は全部撤去していただきました。うちのところも正直目いっぱいだったんですね。なので私は自転車をベランダに、自分家のベランダに収納してたぐらいなんですよ、地位的に。なんですけど綺麗になったんで、あの外へ出して、なおかつ鍵をしっかりかけて現在置かせてもらっています。またこの盗まれた情報というのは同じ棟の方にお話しして情報を共有させていただいております。と騒音問題、残念ですがこれに関しては以前よりひどくなっております。上の階に入った方が少し慣れてきたんでしょうね。正直結構落とします年末年始とか、あとクリスマスなんかね、あの辺りにおそらくお友達が来ていたんでしょうね。ただうるさかったのが子供ではなく大人大人の足音と喋り声がすごいうるさかったんですよ。お子さんの音だったらまあそれなりに済むんですけど、大人の人のもうでかい声とわけのわからない言葉っていうのはちょっときつかったですね。最近はね、寒かったせいでこう閉めてることが多くて音はなかなかしなかったんですけど、みんなさコロナでね、控えましょうって言ってる時にまさかのどんちゃん騒ぎで非常に迷惑でした。先日なんですけど自治体からある通知が来ました。これがね、実は市営住宅で住んでいる方のマナー違反に関する通知が来ました。その中の一つが、大きな声で騒いだり騒音がする、大音量でテレビや音楽をかけているというこのルールに反することがね、一応注意として書かれてるんですけど、うちの塔だけじゃないんだなっていうことはあって、本当に前も言ったんですけど、騒音問題って難しいものなんだなっていうことを改めて感じております。で、その他にね、ここにねまだいくつか一応載ってるんですけど、このことはねもうちょっと後で詳しくご説明したいなって思います。いろんなね現状を私も確認したものがありまして、まあいろんな映像なんかもね撮って皆さんにご紹介したいなというふうに思っております。まあルール違反が多い、マナー違反が多いというのは私が最初から思っていた通りでした。本当残念ですね。ここに関してはこの手紙の一番後ろに強制退去になる可能性があるっていうことが書かれてて、これは家賃滞納だけじゃなくてルール違反でもあり得るんですよ。で、写真がちょっと載ってるんですけど、おそらくこれは強制退去させられた時の写真だと思います。実際にあるんだなぁと、私ちょっと自治体からの脅しなんじゃないかと思ってたんですよ。でも本当にあるんです。今のご時世でいろんなルール違反、ルールやマナーがすごく問われる時代になったと思うんですよ。だからこういう小さなねルールもね守っていけないと、残念ながら生活していけなくなるっていうふうに思いました。とりあえずまあ1年目でまあ生活してみて、だいぶね土地柄には慣れたと思います。またね2年目3年目ましてはね、もっと長くなってくるといろいろ変わってくるとは思いますが、その都度ね何かあったらすぐに報告したいななんていうふうに思っております。今日はここで終わりにしたいと思います。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。